韓国ソウルにあるサイワールドのコントロールルームサイワールドは韓国のエアが運営するソーシャルネットワーキングサービスである。韓国最大の SNS であり、韓国では2008年6月現在で2200万人が会員登録している。サイワールドのサイはサイバーと朝鮮語で仲という意味のサイをかけたものである。1999年9月1日、韓国で サービス開始。その後何度かバージョンアップを重ね、2007年現在はバージョン4.0である。2005年12月5日に日本で2006年8月15日にアメリカでのサービスを開始した。一時期台湾とドイツでサービスを提供していたことがあり、2010年現在は中国、ベトナムでもサービスを行っている。日本語版の運営は 日本サイワールド株式会社が行っていた。日本語版と朝鮮語版ユーザー間で互換性はなく独立している。また、日本人と韓国人の社会制度や価値観に合わせ多少の変更点がある。2008年5月13日、日本サイワールド株式会社は同年5月19日から日本版を韓国が好きな人々が集まる SNS にリニューアルすると発表した。 2009年6月19日、同年8月21日をもって、日本向けサービスを終了することを発表した。2010年2月、アメリカ及び台湾でのサービスを終了した。2014年1月、SK コミュニケーションズは株式会社サイワールドを設立して分社化。2016年には、ポータルサイトのフリーチェル創業者に買収されたが2018年末には、 経営難に陥り、2019年10月にアクセス不能になっていることが確認された。朝鮮語版では、韓国人は登録する際に実名と住民登録番号が必要である。日本人のような外国人が自分で登録する場合、ソウルの本社に郵送もしくは電子メールにて手続きを取る必要がある。韓国内に滞在していても手続きには2週間以上。 かかることがあり、手間がかかる。また公開に際しては、実名の公開が必須である。また利用者の中には、住所や電話番号などの個人情報を公開している、利用者や個人写真を載せて閲覧者を選ばない、アルバムがありとしている利用者もいる。サイワールドにおける、各個人それぞれのミニホームページをミニホーム P と呼ぶ。 アカウントを得たユーザーはそれぞれミニホーム P を持つことができる。ミニホーム P にはブログのように自分で自由にアレンジを加えることができ、ページの様々なパーツを購入し設定することができる。音楽を購入し、BGM にすることもできる。ギフトショップでサイワールド内通貨であるドングリを購入し、それを消費して様々なパーツを手に入れる。ミニホーム P では、 カバーストーリーやプロフィールに加え、日記、フォト、フリーボード、ゲスト帳の機能が用意されている。ありがとうございます。